经过了巨木森林之后，此时新的目的地已经显现出来。这个时候呢，我们是可以传回西德的藏身处的，但是我们的任务地点欧列贝尔丘陵。しっかり日が暮れちまった。だがここからなら近い。ロストウィングはあの遺跡のふもとに。話によればあれは飛空艇の遺跡なんだろう。大昔に空をかけた船の慣れの果てか。本当にあそこに火のドミナントはいるんだろうな。そればかりは仲間を信じるほかない。嫌な予感がする。行こう。一行二人距离目的地已经不远了，发现了一个方尖碑。因为有些关卡的地图比较大，这个东西呢是用于传送的，令人不安的禁忌。而现在的目标就是要前往失落之翼。本作的最终幻想不像前作啊，采用的是开放世界，实际上是传统的最终幻想，就是一个一个关卡，包括最早的最终幻想也都是通过大地图进行小地图的移动。在我们奔跑行进的过程当中，只要跑了一段时间以后，角色会自动加速。系统，あれよ。用事しろ。经过了上一个关卡，打了 BOSS 以后呢，我们现在有600多点的能力点数。可以把燃烧剑升级升一下，这样蓄力呢会更快。现在还有500点，我们要计算一下如何把这500点使用掉。这里有一个魔法爆发，就是在攻击以后啊，迅速按远程魔法啊，形成一个连招。然后我们再升级一个特殊攻击，冲袭 ，X 加方框一起摁，可以往前踏一步。好了，前方一批敌人，咱们料理干净。待て！ここから先へ通すわけにはいかん。取れ。ろくなことじゃないのは確かだ。クライブ、急ぐぞ。这帮士兵是沃鲁德的士兵。前方不远处就是任务目的地。奴らの姿がない。こんな時間とはいえ、村人を一人も見かけんとは。一足遅かったか。これからどうする？まずは仲間と合流だ。ばらけて探すとしよう。どうやって知らせるんだ？そうだな。叫べ。指導の仲間か。慎重に探さなければ。已经到达了失落之翼之村，这边呢有一个传送点，在这里找一找。子供の声。どうした？大丈夫か？心配ない。俺はそうザンブレクの兵士だ。村のみんなを助けに来た。みんながどこに行ったか教えてくれるか。教会の方に連れて行かれたの。わかった。教会だな。必ず助けるから、君はこの辺りで隠れているんだ。
教会か。这里的村民都被教会带走了。再到旁边看一看。おい、このままほっといたら死んじまうぞ。静かにしろ、貴様。来たのか、シュド。下がってろ。一体なんだ。クライム。来てくれると思ったぜ。生きてたか、ガブ。なんとかな。だけど、こいつらをかくまうので精一杯だった。本当に叫ぶなんて。大丈夫、味方だ。これだけか。いや、もっといたんだが、少し前に何人かのベアラーが連れて行かれちまったよ。火のドミナントは。ああ、その中にいたかもしれないけど。仲間の元に逃げるつもりか。クライム、奴追え。西德的同伴被囚禁了，而一个沃鲁德的士兵正在逃亡。石膏からの知らせは？まだありません。ですが女を捕らえています。まもなく奴も抑えられるでしょう。上等だ。残りのベアラーは？ノルバーンを落とした部隊に引き渡しました。交渉の手札にも使えるだろう。くれぐれも壊すな、でしょ。ご心配なく伝えてありますよ。さあ、前祝いだ。みんな飲めよ。どうぞ。もらおう。我らのベネディクタ様に、我が王に、我が王に。なんだ、こんなもので酔えってのか。ふぬけどもから巻き上げた最高級の酒ですぜ。ベネディクタ様、ザンブレクフェが。ネズミ一匹負けないとは使えんやつだ。やめてくれ。その兵装は貴様、ザンブレクのベアラーか。いいぞ、ものは試しだ。
这个敌人的名字叫做妙翅，此时大家可以看屏幕左上角，我已经卸下了自动攻击，因为这个敌人出招比较快，如果使用自动攻击，主角的魔法会自动释放，而释放魔法的时候很容易被他打到，而打他要注意好不能贪刀。ベアラーにしてはなかなかやる見込みがあるぞ。クライブ。試してみるものだな。ネズミの親玉はやはりお前だったか。久しぶりだな、ベネディクター。シド、いやシドルファス、答えろ、なぜ我らウォールードを裏切った。問いに答えろ、吉祥殿。なに、お前たちのやり方に嫌気がさしたのさ。こそこそとベアラーたちを抱え込んでいるのは知っている。何のためだ。お前には関係ない。ベネディクタ様、例のドミノントを捕らえました。間の悪い奴で。沃鲁德的人也是来找显化者的。逃げられたか。行き先の検討は。いや、一度ロストウィングへ戻る。村の連中から話を聞こう。だがこのまま。奴らはガブに追わせた。あいつは特別鼻が利くんだ。任せとけ。それじゃあ奴らは最初からドミナントを探して。ああそうさ、まったくいい迷惑だよ。俺たちがかくまってるんじゃないかって脅されてよ。なあ。まあ連中もしばらくしたら何人か連れ出してどこかに行っちまったがね。そのまま教会で監視されていたのか。災難だったな。だが俺たちのところに来てたらこんな目には遭わなかったんだぞ。
誘ってくれたことはみんな感謝してる。ここが好きなんだ。必要なものがあれば言ってくれ。そうかい、ありがとうよ。お勇敢な勇騎士を知ってるかい。その名はリオン・ルサージュ卿。彼の英雄は千の竜を従え、百万の敵兵を蹴散らした。槍は大地をも貫き、翼は天を駆け抜ける。なあクライブ、仇を討った後はどうする？13年前、俺は守ると誓った弟を目の前で殺された。守れなかった。だからせめてもの手向けとして奴をこの手で殺す。それ以外のことはどうだっていい。いいんだ、それがお前の生きる糧か。戦に長けたザンブレク公国だろうと、所詮増票は増票。アリどもが守る砦など造作なく落ちる。わざわざ私が出るまでもなかったか。いくら吟遊詩人が称える、召喚獣バハムートを抱える強国といえど、うちに入ってしまえば案外脆いのかもしれんな。それにしてもなぜ抵抗しない？お前にも力が宿っているんだろ。フェニックスを倒したほどのな。クリスタルの枷があるとはいえ、逃げ出すことなどたやすかろうに。いつまで黙ってるつもりだ。同志になれ。お前ほどのものなら我々は相応の待遇で迎えよう。マルガラス様、なりません。ゆっくりと考えることだ。あとは任せる。クライブ、起きろ。ガブだ。ノルバーンが。ザンブレク有数の剣才だったんだが、すでに奴らの手に落ちてるようだ。連れてかれたベアラーたちは多分そこだろう。ベネディクタたちはドミナントを狙ってた。戦のためじゃない。となると手駒の兵もそう分散できないはずだ。火のドミナントも。俺はベアラーを救助する。お前はドミナントを探せ。で俺はどうする？いい質問だガブ。砦から逃げたベアラーを集め、この村まで誘導してくれ。そっちの新入りに任せりゃいいだろう。闇夜の中でベアラーたちを探すにはお前の鼻が必要なんだ。頼むガブ、お前にしかできない。そう？仕方ねえな。じゃあ先に砦の周辺を調べておくか。迷惑かけんなよ。
分かってる。シド、俺たちも。いや、まだだ。決行は明日の夜に。どうして？今出発しても着く頃には夜が明けちまう。忍び込むには分が悪すぎる。お前だってせっかくの機会を保護にしたくはないだろう。奴らもすぐには動かん。今夜は休め。いいな。ああ。已经发现了贝尼迪塔的行踪，但是现在呢，过去呢，啊，可能天就亮了，不适合潜入。黑夜深处，此时商店和锻造行的道具物品已经更新，有更好的装备了。そうと決まれば話をつけておくか。誰に？簡単っていけすかない男だ。やつを探そう。找一个叫做砍堂的人。呀，お兄さん，在他这里可以购买到长剑，毎度あり，伤害和眩晕都由75上升到了95，还有一些其他的装备，主要是防具类的，但是呢就不在我这一次的购买范围之内了，也可以卖一些东西给他，把之前的桑布雷克军的用剑卖给他，获了50块，然后去找砍堂。元気そうだな、カンタン。明日まで世話になるぞ。好きにしやがれ。そっちの足切りか。こいつか。まあそんなところだ。カンタンはこのロストウィングを仕切っててな、俺たちの協力者だ。協力？ベアラを保護してるってことか。あんた以外にもそんな活動してる奴がいるとは。よくやるもんだ。ザンブレク領の中だってのに。勝ってやってるだけさ。俺の用事が終わるまでな。村が襲われた時、あんたは火のドミナントを見たのか？いや、俺とは別のところで囚われてたみたいだが。残念だ。それらしいやつを見たってのが何人かいるから話を聞いてみりゃいい。ベアラーの刻印が気になるか。ベアラーに話す口はない。ベアラーに貸す耳もない。確かにベアラーってのは主の許可なしに喋ることを禁じられてる。国に雇われてるベアラー兵もその裁量は最小限。だがまあ手を貸してやらんでもない。お前はシドの連れだからな。こいつを持ってけ。ここの連中に見せりゃ答えてくれるだろうさ。それじゃせいぜい気分な。カンタンは酒場のマスターってだけじゃない。この村の主で掟だ。主で掟？お前のもらったブローチはその主に認められた証ってところさ。主が口を聞いたとなりゃ相手がベアラーだろうが話を聞いてくれる。そら、一眠りする前に手分けして火のドミナントのことを調べるぞ。住人に話を聞いてみるか。这个砍堂是这个村子里面的最高领导者，从他这边收下了一个胸针，有了这个胸针，这边的村民就会相信胸针的持有者，说一些应该说的信息啊，不会胡说八道那种。到这边先找第一个村民。へえ、ブローチをもらってるなんて、マスターもあんたに感謝してんだね。
確かに今日は本当に助かったよ。シドやあんたが来てくれなかったらと思うと。一つ聞きたい。火のドミナントを見かけたか？ああ、最初のうちは一緒に捕まってた。顔はよく見てないが、ローブ姿の若い男だったと思う。他に何か覚えていることは？女の従者を連れてたよ。途中で別れちまったから私にはこれくらいしか。十分だ、助かった。这个女人说她见过火之显化者，火之显化者本人是一个少年，她的身旁跟随着一个女性的随从。然后我们去找第二个村民。火のドミナントを探している。知っていることを教えてくれ。あの中に火の魔法を使うやつはいたらしいが、ドミナントかどうかまでは。ウォールウッドの連中は花からドミナントだと見ていたようだがね。姿を見ていないか？俺は見ていない。だけど同志が何人か一緒に捕まってたはずさ。ありがとう。ローブ姿の若い男に従者の女。なるほど、話がつながったぜ。どういう意味だ？火のドミナント、奴がおとなしくしていた理由さ。女が一人先に捕らわれたらしい。おそらくその従者だろう。人質に取られたのか？とはいえそんな状況下でも奴には慌てた様子がなかったって話だ。よほど自分の力に自信があるのか、何にせよ厄介な相手のようだ。実際に顔を拝む前に探っておいてよかったぜ。ああ、今日はここまでにしよう。さすがに休まんと明日に響く。さ、簡単に寝床を借りるぞ。这边该调查的信息都已经调查到了，就是火之显化者带着一个随从，因为他的随从先被抓住，所以他没有反抗。カンタ、泊まれる場所はあるか？空き部屋の床にでも寝ろ。外の町みたいに宿があると思うな。野ざらしよりマシか。はあ、ありがとうよ、そうさせてもらう。宿代は防柵の撤去でいい。なんだって？ここを襲ったウォールードの奴らが来て早々街道へ抜ける道を封鎖しやがった。防柵を作るだけ作ってほっぽっていかれたんじゃ、邪魔で邪魔で仕方ねえ。明日日中のうちに片付けておけよ。へいへい。簡単の野郎、さんざこき使いやがって。グライブ、支度はできたか？問題ない。今出れば夜更けにはノルバーントリデに着く。そろそろ出るぞ。ああ、行こう。ノルバーントリデは村の南にあるはずだ。ああ、警戒しつつ行くとしよう。现在的目标要前往前面视频出现过的显化者被关的那个堡垒诺旺堡。晚上天黑了，六七点七八点左右出发，希望半夜可以到达目的地。さらわれた同志たち。ウォールードがノルバーントリデを抑えたのなら、巡回している兵がいるかもしれん。気をつけろよ。叩きのめすだけだ。なんで来たもら。おいでなすってか。Come on!
それにしてもあのノルバーン砦が落とされるとは。敵地ど真ん中の砦を落とすよう命じる国王も大概だがな。国王ウォールードでは全ての戦事が横命で失敗は許されない。連中の腕も相当だが、それほど必死ということだ。剪辑掉了大约两分多钟的路程，两场比较普通的杂兵战来到了目的地诺旺堡。これ以上は騒ぎになるか。正面から乗り込むのは避けた方がいいな。砦につながる古い地下水道がある。そこなら奴らも気づいてないだろう。シド、弟の仇を討つため俺はここにいる。あんたはなぜ危険を冒してベアラを救う。彼らの多くは国の管理下だ。それを人として生きることを許されていないのは何もドミナントやベアラーだけじゃない。俺はせめて誰もが人として死ねる場所を作りたい。それだけだ。西德看上去想要推翻奴隶制。だがこの世界にはまだ早い。だから今は一つでもすがれる手があるってことを教えたいだけさ。あのベネディクタって女はどういう。ちょっとした腐れ縁ってやつだよ。竟然有一腿。やつは風のドミナントだ。もう二度と出くわさないよう祈っとけ。風、召喚獣ガルーダか。おい、而下一集我们就要进入诺旺堡了，此时又来到了大地图。在大地图上我们就可以自由传送了，比如说这个时候呢，我选择的是传回西德的藏身处，去强化一下我们的武器。来到铁匠这儿，どうした？何が必要なんだ？是用R2键切换到强化装备，把长剑强化一下。これでもっと良くなった。然后再强化一下。よし、いい出来だ。现阶段只能强化到这个地方。また来いよ。然后再看看商店有什么新东西可以买。何か入り用かい。さあ、見て。长剑和宽剑可以购买，也可以打造。然后看看有没有什么其他的新东西，主要是一些防具，提高防御力的。力量之药也可以买。本集的故事都是在失落之翼，而下一集进入诺旺堡。好吧，本期节目到此结束，感谢大家收看，更新慢了，大家抱歉，家里事情实在太多，大家拜拜啦，拜拜。